んにちは、はるかです。久しぶりにライブ配信してみようと思います。今日は、今写真にも出してるんですけど、10月の9日の土曜日に名古屋の円頓寺でアンティーク着物撮影会をやるんですけれども、その時のコーディネートができましたので、コーディネートを一個一個紹介していこうかなと思います。イエーイ。まず写真、今出してる写真は前回の撮影会の写真です。皆さん夏の着物がねすごく素敵で綺麗でした。またなんか前回の写真もちょこちょこ出していこうかなと思ってるんですけど、今日は次回の10月の撮影会のコーディネートを紹介したいと思います。ちょっと隠れてますけど、あとね全部で10コーディネートあります。1個ずつ説明していきます。まず1つ目がピーコック×ピーコックっていう結構ド派手なコーディネートです。とね、着物も帯もクジャクっていうもうまさにピーコック×ピーコックのコーディネートです。着物がクジャク柄 のお召しです。で、一重のお召しです。で、身丈が149センチになります。なのでまあちょっと身長高い方はついたけでおはしょりなしできることになるかなと思います。で、帯がショッキングピンク地にクジャク柄の名古屋帯です。このピンクがね鮮やかですっごく綺麗なんですよ。この着物のクジャクもねほんとかっこよくて、アップで見るとこんな感じね、かっこいいよね。かっこいいクジャクにもうどう合わせようかなと思ったんだけど、ここはやっぱり両方クジャクを合わせる方がいいんじゃないかと思って、後ろもこんな感じね、クジャクが羽、ハートの羽飛ばしてるっていう私の超お気に入りの帯でございます。色もねショッキングピンクで本当に可愛いんですよ。これ前回もね着てくれたんですけど、また 今度は前回ちょっと可愛らしい感じにしたんだけど、今回はかっこいい感じになるんじゃないかな。この着物のクジャクもね、このシックな色合いと合わさってすごく大人かっこいい雰囲気じゃないかなと思います。一押しで、すごいいい感じで、2つ目がこちらです。秋の気配という名前をつけました。ね、大胆な刺繍の花柄の帯が主役のコーディネートじゃないかなという感じに作ってみました。着物は、竹と笹の葉の着物、合わせの着物です。これ、ね、縦のこのラインが竹なんだよね、よく見ると。で、笹の葉があるっていう着物です。身丈が143センチです。で、帯が赤と白の細かいねストライプ、 地色がストライプに花柄の刺繍です。もうこの柄はねお花とか葉っぱとか全部これ刺繍なんです。もうすごくね豪華で繊細で、色もねほんと綺麗だし、この帯大好きなんですよ。この帯ね、なかなかちょっと写真じゃよく分かりづらいと思うんですけど、全部刺繍になってて、うん、ほんと素敵なんですよ。とね、帯揚げとか帯締めもアンティークのものを使って、うん、合わせてみてます。帯のアップこんな感じね。で、裏、後ろは後ろもこれね、そう、このお花がねいいよね。この刺繍がすごく素敵で、この色合いもね
かビビッドというかちょっとねえぐい感じの色合いだよね。そこがやっぱなんかアンティークっていう感じで個人的にはすごく好きです。もう実際にはないお花の色とか葉っぱの色だったりするところがねアンティークだなって気がしますね。袖もねあのやや長くてゴージャスな着物は結構落ち着いた色合いで、うん、ちょっと大人っぽい感じにも見えるしいいんじゃないかなと思います。2つ目です。そして3つ目がこちら紫づくしという名前をつけました。全身紫でまとめたアンティークカラーのコーディネートでございます。着物も帯も紫ですね。着物は紫地に桜、笹、橘柄の合わせの着物です。で、身丈が140センチです、うん、で帯が紫の地色に絞りでドット柄がついてるっていうこれ名古屋帯になります。これもねすごく華やかで可愛らしい、可愛らしくて華やかっていう感じかな、うんうん、個人的にはそんな気がしてます。帯の結び方も名古屋帯なんですけどちょっと短めなので少し変わった感じで半幅帯っぽく結んでみてます。こんな感じでちょっと可愛らしい雰囲気かな、うんうん、華やかな可愛らしさがあるんじゃないかなと思ってます。着物の柄もねすっごいいろんなお花さっきの桜とか笹橘のお花いろんなお花があって豪華よね。やっぱ紫ってすごくあのアンティークっていう雰囲気が出るのでもう私大好きで、あのアンティークの紫っていうのが、うん、なのでねなんかやっぱ紫いいなって思いますこんな感じで袖もすごくあの華やかです。普通の袖よりも長いのでゴージャスに着れるんじゃないかなと思います。これが3つ目のコーディネートです。そして4つ目がこちらもみじ狩りという名前をつけました。一足早くもみじ狩りに行きたくなるようなコーディネートにしてみました。ちょっとねこれはきれいめ系かなと思ってます。着物がブルーとクリーム色の地色グラデーションになっている地色にもみじ柄の着物です。で、一重の着物です。身丈が148センチです。で、帯がピンクの地色にいろんな植物かなお花とか葉っぱとかの絵が描かれているこれ袋帯になります。うん、すごくねこれは上品って感じかな大人っぽい印象大人っぽい感じに全体的にまとめてみました。紫がねなんか落ち着いてブルーかちょっと濃いブルーなんだけどこのクリーム色と合わさるとすごく大人っぽい雰囲気に見えていいんじゃないかな。帯回りこんな感じです。ちょっとピンクの帯のピンクの色が飛んじゃってるけどもっと濃いピンクの色をしてます。これもショッキングピンクに近いようなピンクの色してるのですごく帯が映えるんじゃないかな。着物は大人っぽくおとなしいというかそんな雰囲気ですけれどもこんな感じね。後ろから見るとこれはお太鼓にしてキリッとするっていうのがいいんじゃないかな、うん、と思ってお太鼓でキリリとしてます。そしてねこれ袖がすごく長くて一番長かったかな今回の
10コーディネートの中で。ちょっと見えづらいけど結構長いですね、これ袖、なのでゴージャスにあの袖も広げて写真撮るとすごくゴージャスになるんじゃないかなと思います、というコーディネートでした。そして次がこちら、夜の花という名前をつけました。あ、けいちゃんこんにちは。これはね、前々回の時に来て写真も撮っていただきましたが、かっこいい大人の女性のコーディネートという感じで思っております。着物が青と白地になでしこ柄の一重の着物です。で、身丈が145センチです。で、帯が、藍色の中夜帯になってます。これもね、すごく大人っぽい感じに全体的に雰囲気まとめてみました。すごく大人っぽくて、写真もね、これ前々回の時に来て撮ってもらったんですけど、すごく映えました、やっぱり。緑の中とかでもものすごく映えたし、アンティークっていう感じがね、個人的にはすごく好きでした。大人っぽくて上品な感じになったかな。前から見るとこんな感じですね。お花の柄がすごくいっぱい全身にあるので華やかです。で、帯は結構シックに落ち着いた感じでしてるので、これもお太鼓がいいかなと思ってお太鼓結びにしてます。帯もね、つるんとした感じの帯で、大人っぽい雰囲気で着たいなっていう方はこれかな。もう華やかです。あと夜の花って書いてるんですけど、なんかね、夜が似合いそうだなっていう私のイメージでこれはコーディネートしてみましたというものです。で、続きまして、じゃん、続いてこちら、ヨーロピアンという名前を付けました。これはね、異国情緒漂うモダンアンティークなコーディネートにしてみました。またこの今回の中では一番珍しいというか、またジャンルが違う感じかなと思うんですけど、クリーム色の地色に花柄のマジョリカお召しです。で、合わせの身丈が150センチです。マジョリカお召しなんですけど、結構綺麗で、めちゃくちゃ綺麗で、これ全然着てないなっていう感じのものでした。やっぱね、マジョリカお召しってすごくファンが多くて、私も大好きなんですけど、この時代、何て言うんだろう、その当時アンティークのね、この昭和の前半の時代に作られてるもので、でも柄がものすごくヨーロピアンっていうのかな、そのモチーフ、ヨーロッパのね、モチーフにしてる柄を使ってるっていうことが多いんですけど、このお花柄とかね、あと、なんていうんだ、この見えるかな、なんかね、門とかにあるような、こういう説明が難しいけどさ、枠みたいなこの柄とかも入ってて、お花だけじゃなくて、すごく洋風を感じさせる、こういうのね、この裾のところについてる柄とかかな、その辺もすごくおしゃれだと思います。で、これにね、帯何合わせようかなって、これすごく迷ったんですけど、今回はストライプの帯を合わせてみました。えんじとクリーム色のストライプ柄の名古屋帯を合わせてみました。なんかモダンにしてみてもいいけどとか、なんかいろいろ悩みながら、
のストライプってなんかモダン、すごく現代チックにもなるけど、こういうアンティークなものにもすごい相性いいんじゃないかなと思って、モダンアンティークっていうイメージでこれはコーディネート作ってみました。アンティークだけどこういうモダンな柄着てみたいなっていう方におすすめです。私も大好きなマジョリカお召しですので、どなたか着てほしいなと思っております。そして次のコーディネートがこちら、大輪の花という名前を付けました。なんかね、一度は着たいレトロモダン なんかまあザ・アンティークっていう感じかなっていうコーディネートにしてます。着物が紫の矢がすり柄です。で合わせの着物で身丈が145センチです。で帯がえんじ色にボタン柄の名古屋帯になってます。矢がすりとか矢羽の柄って現代のにも時々あったりするんですけど、やっぱこういうアンティークのもので出てくるとなんかすごくザ・アンティークって感じに見えるので、個人的には大好きなんですよね。そしてまたこの地色が紫っていうところがね、まさにアンティークっていう風になっていいんじゃないかな。この着物も私一回着て写真撮ったんですけど、すごく素敵でした。本当 あとね、あの生地がすごく繊細で、あのアンティークの生地っていう、まさにアンティークの生地っていうツルツルでトロンとした感じの、もうね、あの今にもうちょっと破けてしまいそうな感じがするような、あの繊細さを感じる生地で、でも触っててめちゃくちゃ気持ちいい、そういう着物ですねこれは、で帯がボタンの花が大きくどんどんどんとあって、この花柄がメインになってるっていう帯ですね、もう帯がメインのコーディネートっていう感じかな。バシッとこれは結構固めの帯だったので、名古屋帯でお太鼓を締めてみました。すっきりさせてね、ザ・アンティークって感じ。これも袖長いですね。袖長いのでちょっと振りをフリフリさせながら写真撮るのもいいんじゃないかな、と思っておりますというコーディネートでした。そしてその次がドン、格上げお召しという名前を付けました。シャリ感がかっこいい、これは格を上げてくれるコーディネートでございます。今回お召し多いですね。お召しが3つぐらいあるかな。あれは青紫のお召しです。一重のお召しです。で身丈が147センチです。で帯が朱色にボタン、菊、梅、もみじの柄が入っている名古屋帯になります。これもね、ザ・お召しっていう感じの、結構シンプルなんですけど、色とかこの斜めに入ってる柄がグレーの感じがすごく大人っぽくて、粋な感じですね、粋な大人な、粋かな、粋っていう感じのコーディネートです。帯がね、すっごくこれあのいろんな柄が入ってて、すごくこれ帯が綺麗なんですよね。朱色、地色が朱色で、その中にお花とかお花、菊とかね、いろんな、確か車あのカゴとかの車もあったかなっていうような、雲とか波とかかな、あって、すごくあの鮮やかです。これもね、また写真だと色があんまり綺麗に写ってないんですけど、本当鮮やかな朱色の帯ですね、この帯も私すごく大好きで、もう本当綺麗なんです。もうザアンティークなんですよ、この帯。この帯も、もう色も全部そうなんですけど、この帯特にそうで、
うん、もうなんかもう今にも破れてしまいそうだなって思いながら結ぶんですけど、うん、あそういうところもすごく好きです。繊細なもう本当に薄い生地でできてますね、うん、柄も大好きです。帯がこれもメインにビシッと決まるといいんじゃないかな。これも袖長いですね、うん、生きに着てほしいなと思いますというコーディネートでした。そして続きましてこちらアンティーク×アンティークという名前にしましたが、これぞアンティークっていう感じかな。王道なコーディネートです。着物が、黄色と赤の矢羽柄の合わせの着物です。で、身丈が150センチです。で、帯がサーモンピンク地に花菱柄のこれは袋帯になります。この着物も、まあ、ザ・アンティークっていう感じじゃないかな。この赤 とくすんだ赤とね、このくすんだ黄色っていうのかなが、矢羽根矢がすりの柄になっております。この上にね お花の 白でお花柄がちょっとポンポンポンって入ってる感じの着物です。で、帯がちょっと帯回り花菱の、ピンクのサーモンピンクの袋帯ですね。これちょっと帯締めもちょっと太いやつで、あのアンティークのものを使ってます。これは、うん、なんか太い帯締めするとそれだけでアンティーク感が出てね、可愛いと思います。左右ね、これあの帯締めの左右が違う色なんですよ。真ん中から変わっててっていうところもすごく可愛いです、これ、うん、で袋帯なので、これも結構固めの袋帯だったのでビシッとお太鼓で結んでみました、うん、の細かいあの花菱の柄がまた上品で、うんうん、素敵なんじゃないかなと思います。袖はこれそんなに長くないかな。普通のものよりはちょっと長いぐらいじゃないかなと思います。いいね、このアンティークカラーっていうのかな、このくすんだ感じとかもすごく素敵です。可愛らしいコーディネートです。そして続きまして、こちらお花づくしという名前を付けました。お花畑のような上品華やかなコーディネートにしてみました。着物がコーラルピンク地に菊梅ボタン柄のと、これは合わせの着物です。で、身丈が144センチです。で、帯がマゼンタピンクっていうのかなの地色にお花柄の、名古屋帯になります。これもね、前々回の撮影会の時に来てくれた方いて、すっごく可愛かったです。うん、すごく可愛かった。この着物私大好きで、こういうピンクにこのお花柄っていうのかな、いいよね。いいよね。うん、で写真だとね、またもう何回も言うけど分かりづらいんだけど、あ、このマネキンが着てるだけだと分かりづらいかもしれないんですけど、本当人間が着るとねすごく綺麗でした。光も入って自然光で光も当たるとすごく綺麗に、写真写りのいい着物でしたね、これは、うんうん、すごく華やかでした。このくすんだ全体的にこのピンクは着物も帯も結構くすみ系の色なんですけど、うんうん、すごく綺麗に光に当たると素敵でした。で、柔らかい帯なので、これはふっくら角出しとかで結んだら可愛いんじゃないかなと思ってます。後ろもお花がポンポンって出てくる感じの可愛らしい名古屋帯ですね。これも袖も少し長くて上品です、うん、
可愛いね、やっぱりこれすごく可愛いですっていう10コーディネートですね。ちょっと簡単にこれ見えるかな、全部ちょっとパパッとまとめました。ピーコック×ピーコック、かっこいいコーディネートと、 B が秋の気配と大人っぽい感じで、 C が紫尽くし、紫の可愛らしい華やかなコーディネートと、 D がもみじ狩りいいね、これも大人っぽい感じですね。で E が夜の花、うん、これも大人っぽい、ちょっと大人っぽい多いね今回ね、夜の花粋な感じで。で F がヨーロピアン、マジョリカお召し、もうちょっと変わり種でいいんじゃないかな。で G が大輪の花、もう紫のヤガスリ柄です。で H がお召し、格上げお召し、これも粋な感じですね。で I がアンティーク×アンティーク、もうヤバネ柄のコーディネート。で最後が J がお花尽くし、ピンクで可愛らしいお花のコーディネートの10パターンになっております。で今回は名古屋の円頓寺っていうところで人力車をしているあの方に協力をしてもらって、人力車乗りながら写真撮影をするっていう回をしようと思ってます。ちょっと途切れちゃってるね、こんな感じ。この方です、人力車をしてくれてる私の知り合いに協力いただいて、この人力車に乗れます。いいよ人力車、私もね何年か前に乗せてもらったんですけど、すごい楽しかった。ちょっと動画もだいぶ前のだけど、動画もあるからいつかまた出そうかなと思ってるんですけど、もうめちゃくちゃ興奮して撮ってる動画があるので、すごい楽しかったです。こんな感じで乗せてもらった時に撮ってもらったやつがあるんですけど、あ、そうそう、それでしけみち、円頓寺としけみちっていう町あのところで撮影をしようと思ってるんですけど、しけみちがちょうどここもしけみちに入るところかな。しけみちは名古屋の城下町だったところが、そのまま の町並みが残されてるところがあって、すごく素敵なんですよ。このね、今ちょっと写真写ってる感じでわかるかな、こういう風な街並みがあるので、人力車に乗ってても雰囲気いいですし、アンティーク着物ともめちゃくちゃ相性良くて、あといっぱいね撮影スポットがあるんですよ。小さなお寺、神社だったりとか、そういうこういうな、ちょっとね説明が難しいんですけどまたいろいろ出します。街並みだったり、すごくね撮影スポットがいっぱいあるので、素敵な写真がいっぱい撮れるんじゃないかなと思ってます。で写真撮りながら、で人力車に乗ってこの街少し案内してくれるので、案内してもらいながらお散歩しながらっていう会を、今回はそういう撮影会にしようかなと思っております。なので今までとはまたちょっと違った雰囲気で楽しめるんじゃないかなと、お外でのね撮影会なのですごく楽しめるんじゃないかなと思っております。10月の9日の土曜日、名古屋の円頓寺でアンティーク着物撮影会をします。今説明した10個のコーディネートの中から好きなのを選んでいただいて来ていただきます。で着付けして、ヘアメイクもプロのヘアメイクさんに着付けしてもらって、でカメラマンさんに写真撮ってもらえるという会です。10時から2時半ぐらいまでかな。結構半日たっぷり遊べますので、全然ね、いそいそした回じゃないので、ゆっくり着替えしてヘアメイクして
人力車乗って写真撮ってっていう感じの、こういう感じでお散歩しながら街並みを楽しみながら、ちょっとあのお店とかもあるからそういうとこ回ってもいいかな、うんうん、と思っております。すごい楽しい会になるんじゃないかなと思ってます。あ、そうだそうだ、あとなんかコーディネートを、あの着物興味あるけど、なんか自分でコーディネート選べないよっていう方もいるかと思うので、もし興味あるよって方いたら、あの相談してもらえれば、私がこんなのどうですかっていうのをいくつか提案するので、好きな、まあ、色とか雰囲気とかちょっとあのお写真とか見せていただいて、こういうのどうですかっていうのを提案するので、もし興味あるけどなんか全然何選んだらいいか分かんないよっていう方いたら、ぜひぜひご相談ください。先ほど挙げた10コーディネートの中からお選びいたします、うん、こんな感じでお選びいたしますので、はい、っていう感じです。10月の9日名古屋の円頓寺でアンティーク着物撮影会やります。あ、詳細は、またここにも載せて、この配信終わった後に載せときますけど、リンクトップページのリンクから行けるようになっております。はい、写真も撮れるし遊べるしっていうね、すごくおすすめな回ですはい、ですのでこんな時期ですけれども、こんな時期だから何か楽しいことしたいなって思っている方いれば、アンティーク着物撮影会ぜひぜひお待ちしておりますので、はいお待ちしておりますではでは、今日も配信見てくださってどうもありがとうございました。ぜひあの素敵なコーディネート説明してますので、よかったら見てみてください。あ、配信ありがとうございます。